ってねえから、まあ、そう思ったんだけど、やっぱね、もういい加減、江澤さんの可愛さをみんなに伝えたいなと思ってね。はい、いや、はいじゃないけど、あ、違うんですか。もう皆さんに、この江澤さんの可愛さをもっと伝えたいなと思って。どういうこと？あれ？すいませんけど、まあ、分かってない、また。いや、全然自覚がないもんですから。あ、そう、36年間、一回もそんなこと思ったことない。思ったことない。あ、そう、あの言うとね、江澤さんって、はい、その可愛さが溢れすぎちゃって、全然可愛くないんだよ。どういうことだろう。何それ、あ、難しいかな。全然意味がわからない。あの、だから可愛さってある程度のところで止めとかないと、はい、可愛くなくなっちゃうんだよ。だから一つも可愛くない。うん、だちょっと謎なぞこれ。ちょっとブスぐらいだもん、だって本当に。うん、これ参っちゃったよ、俺も参ってんの今。いや、ブスは嫌だよ。でしょ、ブス。すごく参ってるから俺も。ブスじゃねえんだろ、だから、もうちょうどいい。ブスじゃねえよ。ブスじゃねえよ。ちょうどいい、ちょうどいいこの可愛さっていうのを教えてあげるから。まあまあ、ブスになったら困るからな、うん、だからその練習をやるか。いやいや、だそれやるか。やるか。やるかって、ほら、ニヤニヤしやがって。だからね、ちょっとねえな、やってみましょうよ。ねえだろう、ね、で、どうもーって出てきたじゃん、さっき。こんな出てきてないよ。どうもーって出てきたけど、それじゃ普通だから。ヘビーなんだろ、普通に来たら。そうでしょ。だから、スキップして出てきてもらいたいね。スキップ向こうから、スキップ。そっちの方が絶対ちょうどいい可愛さだから。そうそう。どうもー。はいはいはい。で、その時に、ものすごく足を上げて、一歩一歩大きくこう羽ばたくようにやって、そうそうやって、そう。どうもー。あー、いい、すごい可愛い。もっと大きく、そうそう。よろしくお願いしまーす。で、その時にちょっとこうやった方がいいかな。うん、こうやってスキップした方が、そうそう、可愛いさが増すから。こうやって、見て見て、で、こうやった方がいい、こうスキップする時に、そうそうそう。で、首をちょっとこう、ちょっとそうそう、飛びみたい、そうそう。で、そうそう。で、大きくね、大きく羽ばたいて。どうもー。あー、いいね、可愛い。いいね、可愛い、可愛いね、そうそう。勝手にぜーす。じゃあ、ぐるぐる回る、ずーっとね。で、江澤さんの可愛さをいっぱい見せる。そう、時間はいっぱいあるから。そう、大丈夫、大丈夫。時間はいっぱいあるから、ここで焦ったら身も蓋もないから。そしたら、パッて止まってお客さんの方見る。ウケてるかなーって。飽きてないかなーって見る。あの人笑ってないなーって。疲れてんのかなーって。もう2本目見てるから疲れてんのかなーって。大丈夫かなーって。まあいいやって、バタ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 って、ここに来て、ここに来て、で、マイクの前に来て。で、こっから大丈夫これ。大丈夫、大丈夫。ひな鳥みたいなことやる。大丈夫、大丈夫。本当かよ。かわいいもん。じゃあ、ひな鳥とブスだったらどっちがいい？ひな鳥。でしょ？そういうことなんだよ。ブスはええだ、俺は。で、ここじゃねえんだから。で、ここで、ね、挨拶する前に、ね、やっぱ江澤さんすごい可愛いフェロモンがいっぱい出てるから。え、マジで。うん、もういっぱい出てる、本当に。本当に笑っちゃってんじゃねえかよ、お前よ。じゃあ本当に、本当になあ。だからヘラヘラすんな。だからみんなにそのおすわけした方がいいよ。フェロモン、そう、いっぱいいっぱいあげて。そう、フェロモンを、そう、耳の後ろとか、そうそうそう、で、脇とか、脇そう、脇も出るからいっぱいいっぱいで、おへそとか、おへそも意外と出るから、そうそうそう、あ、いいじゃん、いいじゃん。おへその中のやつとか、で、あと股裏ね、股裏、そう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 、奥の方の鯉とかを、そう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 、それもいっぱいいっぱいあげて、で、そうね、投げちゃえ、それ投げちゃえ、そうそうそう、この野郎っつって、この野郎、この野郎って、そう、で、脳みたいに振りかぶって、そう、脳みたいに振りかぶって、そう、投げて、そうね、あとアンダースローって投げて、そうそう、いっぱい投げて、もっと全部もう脇からもういっぱい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 フェロモン出していっぱいあげたなと思ったら、一旦それを回収して、全部、そう、全部回収、一つのから全部回収、そう、全部、大丈夫、全部回収した、大丈夫、オッケー、これ一個残ってる、ほら、そう、じゃあ、これじゃねえよ、説明しろ、このやろ、なんだよ、これ、いや、フェロモンあげすぎ、なんで喉なっちゃうんだよ、フェロモンあげすぎちゃったから、空っぽになっちゃったから、空っぽになった、うん、空っぽブスだもん、今、だから空っぽブスか、俺、ブスは父親なんだよ、だから、ちょうどいいぐらいだから、今、戻したから、あ、よかった、よかった、それで、それ挨拶するんだよ、ああ、よかったな、で、それ普通だから、こういう、こう、ストックを持って、あの、スーツの、で、こうやって、わーって、そうそう、あー、かわいいね、かわいい、それしばらく見して、しばらく見したなと思ったら、スーツの子を上に上げて、クジャクみたいにこう、クエークエークエーって、クエークエーって、目見開いて、クエーって、そのクエーやりたくない、やりたくない、かわいい、かわいいって、おい、おっぱい触んじゃねえよ、やらねえよ、俺は、いや、かわいい、かわいい、クジャクみたいで、綺麗だったもん、なんでもひな鳥からおかしいなと思う、大丈夫、成長したよ、あいつも。で、その後、で、自己紹介するんだけど、笑顔が可愛い人ってめちゃくちゃいいから、いい人は、可愛いから、笑顔やって、満面の笑み。あー、いいね、もっと、もう、そう、それぐらいだから、そうそう、いいね。で、それで自己紹介、そうそう。簡単に伝えさを、30月。ちょっとね、出し惜しみした方がいいから、このスーツでこう隠して、そう。で、こう、パッてやった時に、そう、喋って、そう。
かわいい顔さん30代歳です。よろしく隠して何回かかわいい顔出して、そうそういろんなパターンで、そうそういろんな映像を見せてああいいねいろんな顔、そうそう来てた感じで、そうそうああいいねいいね。じゃあタラちゃんっぽくやって、タラちゃんっぽく自己紹介。漫才頑張るです。ああかわいいかわいい、イクラちゃんみたいに、イクラちゃんみたいに、シャーン。あーかわいいかわいいかわいい。ただ急にふてくされた顔出してそう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 、お客さんも言うから、なんかあの人急に赤かれて明るかったのに不適されてるよって、ほらなんかブツブツ言ってるっていう、っていうかあの人あの頭さテーブル見たくないって言ってほんとさーって、ね、すごいんだけどテーブルコース行きたいんだけどって、真周辺だけどで、ここがメインだから江澤さんのね、ここは長く見せるから、ずーぶん長く、そう結構長く大丈夫だよ、心配しないでも、そう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 、怖がんなくてもいいよで、みんなの目線怖いけど大丈夫、ここは長く見せるから、ここがメインだから、そう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 、大丈夫、ずーっとブツブツ言ってブツブツ言ってブツ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 言ってんなーと思ったら、急に目見入って痛くしてガッて、そう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 ツンがあった方がいいから、どんどんどん、あとスターウォーズの黄色ロボットみたいなのやんなよ、ツンがあるよで、そしたらこれで一回ネタ終わるんだけど、何もしねえじゃねえかスキップで出てきてクジャクでアクセルついただけだろこれでよ、お前で普通に挨拶して終わりの挨拶、ありがとうございます、で普通だから一回ね、ありがとうございましたっつったら、この頭を見せるみんなに、そう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 、あのこれが漫才終わった後の頭ですよっ て, ってなかなか漫才終わった後の頭見る人いないからね、ちょっとテーブルっぽい頭ですよっていうので、白髪もちょっと出てきましたよっていうのを存分に見せるね、存分に見せたなと思ったら、またスーツを持ってクジャクみたいにクエークエークエーってクエー誰だろこのクジャク、クエー山に帰るクエーお前この野郎山に帰る、ガタガタうるせえな、しかしよ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 こんぐらい怒りたい俺はこんな関係ないぞ、いや、 やってんぞ俺、かっこいいぞ、かわいいぞってかわいいなんかって、どこがかわいいんだお前、全然ダメだぞこんなの、お前本当にやだよ、本当新しい甥っ子も生まれんだよいいじゃん、テーブル見せてあげれば、テーブルって何回見たら先生あれ、ニトリじゃねえよ、俺は池派だからえ、フラフラじゃないの、あんな竹の子、ニトリあ、そう簡単に作るからよ、ダメ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 、フレディ・マーキュリーみたいな感じになってるけど、やったろかい、こうやって危ないから腰が休むぞ俺は、じゃあダメだダメだ、じゃあ終わり終わり、もう何だよこれ